九本仏上神寺は、東京都世田谷区奥沢七丁目にある浄土宗の寺である。三号は九本山。九本仏とは、一義的には、後日の通り同時に安置されている旧体の阿弥陀如来像のことであるが、一般には同時の通称となっている。展示で同時の周辺の地区を指す場合にも用いられる。上神寺の地は、もともとは、世田谷木梨系の奥沢城であった。 小田原ら聖伐ご道場は、廃城となったが、漢文5年に、当地の名主七左衛門が寺地としてもらい受け、遠方6年、か広氏が、道地に、上新寺を解散した。広い境内の本堂の対面に3つの阿弥陀堂があり、それぞれに3体合計9体のそれぞれ陰葬の異なった阿弥陀如来像が安置されている。この9体はそれぞれ、常盆上昇、常盆中世、 上盆化粧、中本上昇、中本中世、中本化粧、下本上昇、下本中世、下本化粧という、浄土教における、極楽往生の9つの階層を表しており、これらを合わせて、九本という。この九本の二つから、上心寺は、通称、九本仏と呼ばれている。このような球体阿弥陀は、他に、京都の浄瑠璃寺にも見られる。これは、官無量樹形に解く、 九本王城の思想に基づくものである。極楽王城の仕方には、信仰の厚いものから国悪人まで九通りの段階があるとされ、常盆上昇から始まって、常盆中世、常盆下昇、中盆上昇、中盆中世、中盆下昇、下盆上昇、下盆中世、下盆下昇に至る。常神寺の九本仏の場合、阿弥陀如来の陰葬のうち、定員を上昇院。 説法院を中世院、来号院を下唱院とし、親指と人差し指を接するものをそれぞれ上盆、中盆、下盆に当てる。なお、九本王女を九通りの印象で表す、競技的根拠は明確でなく、日本において近世になってから考え出されたもののようである。上神寺には、お面かぶりと呼ばれる仏教行事がある。正式には、 25菩薩来合会といい、3年に一度、本堂と常盆堂の間に渡された橋を、菩薩の面をかぶった僧侶らが渡るというものである。菩薩の来合の様子を表すものだという、東京都の無形民族文化財に指定されている。2014年までは8月16日に挙行されたが、2017年は5月5日に変更された。緑濃い上申寺には、 東京都指定天然記念物の異常、かやがある。また、かつては、詐欺草園があり、区民に親しまれていたが、駐車場拡大により取り潰され、今は、本堂脇の片隅にわずかに残るのみとなってしまった。有形文化財、有形文化財、有形文化財、天然記念物無形民族文化財、史跡有形文化財、有形文化財、加藤周村区日から松はいつ目覚めても、 雪降りより、加藤智義区日夜や日へす猿や炎と夢高え、加藤周村区日静かなる力道行きはたはた飛ぶ、川口江海市へ海の十三回帰に際して、門邸親戚等が、金流区本物の名は、同時周辺、広くは、奥沢六丁目、奥沢七丁目付近を指す、地域名としても用いられている。東急大井町線区本仏駅が、 同時参道入り口の前にある。なお、区本仏駅の隣、自由が丘駅は、開業当初は区本仏前駅というのであった。同時周辺は、完成な住宅街であり、落ち着いた雰囲気の街並みである。同地区には、玉川星学院や、田園町布ふたば学園、区本仏小学校などがある。昭和30年代までは、上新寺の北側に、 区本仏池が存在したが、これは埋め立てにより消滅し、現在は寺の敷地からは直接行けない、セパ谷ヤ区立猫じゃらし公園や住宅となっている。ありがとうございます。